皆さんこんにちは。愛知県警察音楽隊です、本日はね、こんな暑い日に、このように、たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。さて、災害に備えようレスキューフェスタということでですね、若干消防の方の色合いも強いイベントということで、午前中も消防音楽隊さんがね、こちらの方で演奏されていたということでございますけれども、私たちはですね、同じような白い服着てますが、警察音楽隊でございますので、同じ音楽隊ではございませんので、どうぞよろしくお願いをいたします。それではですね、今から、30分足らずの短い間でございますけれども、私たち愛知県警察音楽隊の演奏でお楽しみください。それではですね、ここからは、司会をですね、フレッシュアイリス、赤い服を着た、女性警察官、フレッシュアイリスという愛称がついておりますけれども、フレッシュアイリスの、古井純さんにバトンタッチします。古井さん、お願いします。改めまして、皆さんこんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめに、アメリカのマーチ王ジョン・フィリップ・スーザによって作られたフォークランカデッツを演奏します。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのブラック演技と合わせてお楽しみください。指揮は伊藤隊長です。Thank you.
場版呪術廻戦ゼロの主題歌です。4人組バンドキングヌーが歌う地図と大人気テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマ N が歌う残響サントを2曲続けて演奏します。どちらの曲もアニメを連想させるような疾走感あふれるメロディーとなっています。それではお楽しみください。
改めまして皆さんこんにちは、愛知県警察音楽隊です。前半戦最後の曲はですね、警察らしく、西部警察パート2のテーマで、締めさせていただきました。次はですね、こちらの方で、先ほど司会でも登場したですね、古井巡査以下の、フレッシュアリスの皆さんによる演技も皆さんにお楽しみいただくんですけれども、その前にですね、警察からも少しだけ、ご案内を、させていただきたいと思います。さて、本日は、災害に備えようレスキューフェスタ、ということでございますけれども、災害に限らずですね、皆さんの身の回りにある危険と、いうことでですね、事故あと事件、こうしたものもですね、災害と並んで、皆様の安心安全な生活を脅かすこんなものに、なってくるかなと思います。そこでですね、愛知県警察の方でただいまスマホアプリスマートフォンでですね、使えるアプリで愛知ポリスというのを、作りました。これはですね、皆さんの、身の回りでですね、事件や事故が起こった時に、マップ地図の上でですね、どこでどんな犯罪があったよ、こんな事故があったよ、こんなことに気をつけてくださいねと、こんなようなことをですね、お知らせする、そんなアプリになっています。他にもですね、ご自身の居場所を、ご家族に通知したりだとか、防犯ブザーの代わりになったりだとか、そうしたね、便利ツールがいろいろついています。警察、愛知県警察公式アプリ愛知ポリス、ぜひですね、皆様の、安全安心な生活の一助にですね、なるかなと思いますので、興味のある方は一度検索していただいてですね、よろしければぜひぜひ、インストールしていただきますようお願いをいたします。災害に限らずですね、皆様の身近にある事件や事故、こうしたことからですね、身を守っていただく、こんないいことはございませんので、ぜひぜひご活用ください。あとですね、事故といえば先週ちょっと名古屋市内の方で交通死亡事故が多発いたしました。先週の金土日で、3人の方が、お亡くなりになられましてですね、名古屋市内だけです。名古屋市内だけで、ということで、名古屋市から、交通死亡事故多発警報、交通死亡事故多発警報というのが出ておりますので、本日ね、こちらの方にお車でお越しの方も多いかと思いますけれども、まあ、こうしたでものすごく暑い天候ということもあります。ついつい集中力がおろそかになるということもございますので、皆様どうぞ、交通事故の加害者にも被害者にもならないようご注意いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、最後に、赤い服を着た、女性警察官フレッシュアイリスの、演技のついた曲を2曲続けて、演奏させていただきます。曲はミッキーとスイングスイングスイングです。どうぞお楽しみください。
はい、私たち愛知県警察音楽隊の演奏演技お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございました。すいません、拍手を狙ってしまったみたいで申し訳ありませんでした。最後に2つだけ、プチお知らせでございます。1つ目、来週8月4日から、愛知県警察の警察官の採用試験の募集が始まります。受付が始まります。8月4日から29日までということでですね、皆様の周りに、警察官にふさわしいような、若い素敵な方がいらっしゃったら、ぜひぜひ警察官採用試験をですね、受験していただきますよう働きかけをですね、お願いいたします。それから最後もう一個だけです。本日はですね、災害に備えようレスキューフェスタということでですね、警察の、災害救助活動についてもですね、広報の方をさせていただいております。広場の一番、皆様から見ていただいて右奥のエリア、こちらの方でですね、愛知県警察のレスキュー車、災害対策車、あとですね、GTO っていうスーパーカーのパトカーも展示してありますので、この後展示時間午後4時までとなっておりますけれども、興味のあります方はぜひぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。それではですね、愛知県警察音楽隊の演奏演技これで全て終了とさせていただきます。本日はお暑い中ですね、こんなにたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございました。どなた様ですね、事件事故にお気をつけて今後もお過ごしください。本日はありがとうございました。